どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはソウルサトルさんからのリクエストですね。柳優弥投手を作っていきたいと思います。中日の若手ですな。頑張ってもらいたいです。右投げ右打ち投手。とりあえずオーバースローで作らせていただきます。11番チームが中日。以前ね、なんだっけな、シーズン違うか、好き勝手サクサクセスのどっかでなんか柳投手作った時にすっげえいい選手できたんだよね。そんなことがあったようななかったようなという記憶のもとやっていきたいと思います。どうしよっかな、これでいこうか。球速変化球でちょっとなんだろう、こうなんか最近ちょっとあんまなんか大きな変化球持った投手ができてないような、まあ阿久津選手は偶然できたけども意図してできてるのがないから、ちょっと狙っていこうかなと思います。今回まずはほい、裏飯やカチューン、そして来い1か、カーブと高速シュート。なるほど。でここはシャッフルしないであえてこっちで、はい、挑戦します。ほい、様々来た。はい、いた、あ、いいね。絶好調。回復。あ、そしたらこっちか、先か。はい。絶好調にして、あら、シャッフル。回復マス踏まずにゴールできるかもな、これ。なるほど。じゃあちょっと、はい。体力を使って。使うだけ使ってから、ここで回復と。そして、こうしたらこれでちょうどいいかな。ゴール。コントロール G はちょっときついか？まあ、そこは、なんとか補っていきたいな。ステージ2。が宝箱でしょうね。ほい。無事赤来ちゃったか。まあ最初だからまだ優しい方か。どうよ。こんな綺麗にやられるもんか。ほい。で、これで10減って7か。結局マイナスじゃないか。初めてだよ。こんなシャッフルがあだとなったの。しっかり赤に囲われましたもんね。やられちゃったな。ステージ3。ここで、ぐるっと、ゆっくり回ってこう。2減った。2じゃない。2段階だな。でも、ここ変化球あるから、しっかり取りたいですね。また3方向目か。変化球超人伝来た！シュート。いいね。はい、そして、やる気を上げておく。金縛りでガンダーには会っておこうかな。おい。乗り来たー、ありがとう。ノリノリの状態で変化球取りたいけど。プロ入り、いいじゃん。おい。あれ ?1 しか上がんなかった。ノリノリなのに。で、来い。スライダー。なかなか面白い。で、ノリノリの3。安い。もっとちょうだい回復。カモーンだよ。結局、球速が全然上がんねえんだよな。だこれからか。さあ、そろそろ特殊ステージ。来い。ない。残念。オール球速でもいいか。ちょっと考えましょう、少し。やーっと、どうだ、変化球。変化球しちゃった。じゃあちょっと、ぐっ。はい、変化球超人ね。スライダーすげー伸びる。いいね。はい。なんか面白い、なんかちょっと変化球投手になりそうな。ちょっとカネさんに警戒かな、これ。よかった、回避。ちょっとでも危ういか、これ。帰ろうかな。余計なことしないで。いやー、まずい。死ぬ。まずい。プロ入りあるわ。いや、あるにしたって、でも。これで死ぬのももったいないな。そしたらこれ、ハテナで大、やった生き残った。耐えた。そして、カレンさんは、どうだこれ。やめといた方がいいな。とりあえず、じゃあ、はい。こうして、で、ゴールと。あぶねえ。プロ入りあるけど、でも死にかけた。ステージ4で死ぬのは、本当に本望じゃないから。変化球投手だもんな。結構いい。これ、はい。痛いな。じゃあ、球速取って。はい、ハテナ。やっちゃ、大回復1個出ただけでかい。で、そろそろ野球マンに来てほしいのが、イェーイ！無事は起きた。しかし、変化球マスが特に増えたわけでもなく、ここら辺でブラブラしてよっかな。シャッフル。だ、来た、第二種変化球。うい。被らなかった。しかも。ほい。やる気、せっかく絶好調だったのに。制球力 DD、 あと球速か。こうなりゃ球速か、あるいはそうだな、幽霊。おい、裏飯や逃げ球12。カレンさんまでは遠いか。じゃあ先に一旦ちょっとこっちで、はい、スタミナで
球速上げたいところで下がっちゃうのはきついよ。打たれ強さ対左クイック。C 系がほとんどだな。じゃあ、ほい。やる気ダウンはもうしょうがない。で、ここで、よいしょ。アイテムカード、神竜、いいことが起こる予感。4。神竜、かぶっちゃう。はい、そして、うお、来た、無事は起きた。あ、いいね。よし。ほい。スタミナ C、先発型にして、変化球、すげえ伸びて。で、あとはどうしよう。球速、1、2、3で終わろうかな。プロ入りあるし。コントロール球速で、ゴールはもったいないから。ほい。で、球速140いきたい。あれー、全然上がんなかった。じゃあ、これで、ドンと。どうなんだこれ、でも、すごい変化球伸びたんですよね。多彩な変化球っていう感じで。サクサクセスでは珍しい4種類。ほい。総変化量ですね。面白い選手だけどな。ちょっと見てみよう。本人と比較だけして。中日。いた。でも方向、カットボール、ドロップカーブ、縦す。逆方向変化球がないか。でもまあ DC と大体いい感じ。ちょっと先発タイプで作っておきましょうかね。そしたら。ほい、でもまあ面白い選手になりましたね。結果的に。ほい。なんか高速シュートが落ちるためになればなお良かったのかなっていう気がしますね。正直なところ。ということで、それではアップロードしておきたいと思います。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけで、次回へ行きましょう。次回はもっと頑張っていきたい。お楽しみに。じゃあね。正直かなり驚いております。防御率はチームトップ。まあこれもかな、以前作った川上投手と、なんですけど、超えました。俺、正直この能力で俺ここまで、防御率いいと思ってなかった。ごめんなさい。途中中継ぎ起用されるのかなと思ったらずっと先発で、まあ固定したのもあるんだけど、結果的にそれが功を奏したのか知らないですけど、すっごいいい成績残した。だからこれ能力以上になんか残してますよね。まあちょっと投球回数は若干少なめですけども、10勝4敗。なんせ防御率が 2.08。これはチームトップ。27先発、登板、途中中継ぎ登板したのかな先発登板26の登板27だから一回やったんでしょうね。でもまあ先発で。すげえ。6完投、6完封。できるんですね。いやいやいや、素晴らしい。ちょっと僕驚いてます、本当に。奪三振3桁いって。デッドボールは5つ。まあそれはいいとして。基本塁打も少ないんだよね。4。なんでだろうね。お、逃げ球か。多分逃げ球とか、あとはなんか変化球が多彩だからってなるのかな。なんだかんだ決め球が一つあるより多彩な変化球が、変化球をたくさん持ってる方がいいのかもしんないですね。もしかしたら。さて、それではじゃあ野手の方はどうでしょうか。見ていきましょう。野手じゃない、守備の方は。はい、いただきました。100%。ありがとうございます。というわけで、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いします。いい成績を残す条件とは一体何なんだろうか。というわけで次回行きましょう。楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。